サイレントマジョリティという言葉をご存知でしょうかこれは日本語にうまく訳されてないんですけども直訳すると静かなる多数派という意味になります私たちに100人のお客様がいたとするならば20%ぐらいのお客様は私たちのサービスにシンパシー共,感共鳴してくださっているんですねまあ好きでいてくださって で20%ぐらいのお客様は不思議ですね、このサービスを買ってはいるんだけれども不満を持ってるんです。まあ、サービスそのものへの不満だったり接客の不満だったりまたは仕組みの不満だったりそういう不満を持っているお客様にはあります。60%ぐらいのお客様はサイレントマジョリティ、まあまあ満足してるんだけれどもそこまでのシンパシーを感じてもいないしそこまでの強い不満も持ってない人たちです。 でこのサイレントマジョリティの人たちをどれだけ強く意識できるかということがリピート率を高めていくためとても大事です。私は旅行業をやっています。旅行が終わるとお客様にアンケート、旅のアンケートというものをお送りしますけれども、まあ、正直、えー、まだまだうちのアンケートの回収率はそれでも業界平均でいうと相当高いと思うんですけれども、アンケートをいつも返してくださるお客様ってい,うのもいます。必ず書いてください。それからもう書かないっていう人もいます。不満を書く人もいます。 で不満を書いて返送してきてくださるお客様それからまあお礼の感謝の気持ちを込めて書いてきてくださるお客様その間にアンケートを返送されないお客様っているんですねで私たちはこれらのお客様にまあ電話をかけたり手紙を書いたりして聞きます今回何かご不満ありましたか旅はいかがでしたかまあ、できれば電話で話すようにしてるんですけどもそうすると私あんまりかんアンケートって書くの得意じゃないのよねああいうの難しいちょっとね私こう手が 不自由でとかってまあ言うわけですね。ところがこの何もしちゃらないまあまあ満足してるんだけどアンケートで何かを言うほどではないっていう人たちの発言言葉思いの中に実はサービスの真実が隠されているというふうに思っています。例えばこれをスーパーマーケットに置き換えてみます。 でスーパーマーケットでここのスーパー好きなのよってお客様がいてでちょっと高いわねとか品揃えよくないわねとかってお客様がいたとします。何も言わないお客様が一番多いんですね。でもこの何も言わないお客様がある日スーパーマーケットに車を止めて来店されて店内を10分ぐらい巡回したとします。で何も買わないで出て行ったとします。このお客様の気持ちに寄り添えるかどうか。 これがリピート率を高めめるたにには非常に重要ですねこのお客様は車でわざわざ来店しているわけですから何か目的を持ってたわけですよねところが自分の目的を満たすことができずにそのまま帰っていきましたでこのお客様の背中を追いかけるっていうことを通常のサービス業ではまずしないと思いますでもこのお客様の意見を聞くことができたならば本音を聞くことができたならばそこには大きなリピートのヒントがあるはずですね 例えばででですすよよこれは想像でしかないですよいやチラシ辛抱離婚見てきたんだけど自分が欲しいと思っていたものが見つけられなかったんだよねでも店員さん探そうと思ったけど見ないんだよねで声かけようと思ってレジまで行ったんだけどなんかレジ人って並んでたし今日やめましたっていう意見があったとします。よね リピート以前の問題としてわざわざ来たお客様が財布の中にお金入れてご来店いただいているのに何もしないで帰っていっちゃったわけですね。これチャンスロスロですね売上を落としているでこの売上を落としてしまっただけではなくこのお客様が次戻ってこないい可能性も高いですよねなぜならば何らかの目的があって来店しているのに目的を達成することなく出ていったお客様の満足度が高いわけがないですから次何か ものを買おうとした時に他の店に行ってしまう浮気してしまう可能性だってあるわけですねですからこういうお客様に声をかける ここれこちらからかか一歩踏み込むしかないですですから今人減らし人減らしってやってますけれどもむしろ一人でも二人でもパートさんでもいいから雇ってとにかくお客さんに声をかける役割っていう人たちのそういう店員さんをスーパーの中に置いた,置いたならば私は売上はその人件費を上回って有り余るほど伸びるんではないかというふうに思うんですね。 でそれはこのまあまあ満足しているサイレントマジョリティ何もおっしゃらない静かなる多数派の人たちに意識を向けられるかどうかということにかかっているんではないかというふうに考えております。<music>